この動画はデ i g i k の提供でお送りしますこんにちは今日は MOSFET の動画ですメタルオキサイドセミコンダクターフィールドエフェクトトランジスターモスフェットです日本語だと 金属酸化膜半導体電解効果トランジスタですこちらの MOSFET、増幅回路で信号を増幅するために使われることもあれば、パワー半導体として MOSFET をスイッチングさせて電力変換に使うこともあります。今日の動画はパワー半導体としての MOSFET の動画です。ちなみにパワー半導体で使う場合はほとんどが N チャンネル MOSFET です。 というわけで早速ですが MOSFET を使った実験をしてみますこれが MOSFET ですパッケージの形状はたくさんありますが MOSFET はスルーホールタイプや表面実装タイプが多いです SICMOSFET になるとこういったスルーホールタイプに加えてモジュールタイプのパッケージ形状が多くなってきますこれが MOSFET です今回は N チャンネル MOSFET にしました P チャンネルもありますこれが回路図の中で使われるシンボルそしてこちらが実物ですスルーホールタイプのモス s f ットですと端子は3つあることが多いです最近のモス s f ットですとケルビンソースといって4つ端子があるものもありますそれぞれの端子がゲートドレインソースです こちらのゲートとソース間にプラスの電圧を加えることでドレインからソースもしくはソースからドレインに電流を流すことができます IGBT と違う点なのですが MOSFET ドレインからソースに電流を流すことができますしソースからドレインにも電流を流すことができますボディダイオードを通るのではなくて MOSFET 本体に電流が双方向に流せますちなみににここに ダイオードが書いてありますが、これはボディーダイオードといってデバイスの構造上どうしてもできてしまうものです。 これについてはデバイスの構造のところで説明します。実際の MOSFET には足が生えています。並び順はだいたいゲート、ドレイン、ソースです。部品によってはこのドレインとソースの位置が違っていたりすることもありますので、よくデータシートを読んだ方がいいです。今こちらの左の方に映っている回路図で実験をしてみます。電源電圧は 10V です。そしてゲートソース間に加える電圧を大きくしていきます。そうするとこの LED が光るはずです。今ゲートソース間に加えている電圧は 0V です。 これを少しずつ大きくしていきます。1ボルト。電流は流れていないので LED は光りません。さらに電圧を大きくしていきます。今2ボルトですが、この状態でも LED は光りません。はい、お3ボルトにしました。少しじんわりと LED が光りましたね。さらに電圧を高くしていくと。 今6ボロと加えていますが LED は完全に点灯しましたさらにゲートソース間に加える電圧を高くしていきますこれ以上大きくしてもあまり光の具合というのは変わりません今度電圧を下げていくとどうなるか電圧を下げていくとこのようにじんわりと LED が消えるというふうになりました このようにモスフェットのゲートソース間に電圧を加える加えないによって MOSFET に電流を流す流さないというのを制御できます。 これが加えるゲート電圧と流れるドレイン電流のグラフです。ゲートソース間に電圧を加えていくと、ドレインの電流が流れ始めます。例えば、電源電圧を 10V くらいにしておきます。こちらのグラフの横軸がゲートソース間の電圧、そして縦軸がドレインに流れる電流です。先ほどの実験ですと、ゲートソース間の電圧が 3V くらいからドレインの電流が流れ始めました。使用する MOSFET の耐圧や種類にもよりますが、大体ゲートソース間の電圧が 3から 5V 程度でドレインの電流が流れるようになりますこれが敷地電圧ですその後ゲートソース間の電圧を高くしていけばしていくほどドレインの電流は流れるようになります MOSFET を電源に直結しているからですね実際にはここら辺に負荷が入ります ただ電流も際限なく流れるわけではなくてある一定のところで電流は飽和してしまいますこれは何でかっていうと MOSFET のの抵抗によるものです MOSFET が完全に導通している状態ですとこの MOSFET というのはただ単純に抵抗のように見えますこれを音抵抗と言いますこの音抵抗が低ければ低いほどその MOSFET の性能は高いです簡易的ではありますが MOSFET の音抵抗を測定します 上のメーターがゲートソース間の電圧、そして下のメーターがモスフ f ットのドレインソース間の抵抗値を測定しています。抵抗値はオーバーフローとなっていますが、これは抵抗値が大きすぎて測れない状態です。つまり電流は流れない状態ですね。ゲートソース間の電圧を少しずつ大きくしていきます。1V になりましたが、モスフ f ットのドレインソース間の抵抗は非常に大きいです。さらに電圧を高くして 2V にすると、 まだオーバーフローですね。さらにドレインソース間の電圧を高くしていきます。2.5ボルトになりましたが、ようやく抵抗値が測定できるようになりました。ドレインソース間の抵抗値は5。6メガオームです。まだオンになっていないので、これは温抵抗と言えるか怪しいですね。ゲットソース間の電圧をさらに高くしていくと、それに従ってドレインソース間の抵抗値も下がっていきます。 ゲート電圧を 3V 程度にすると抵抗値は1 7 k ムになりましたさらにゲート電圧を大きくして 10V くらいにしましょうそうするともうほぼほぼオンしたと言ってもいいですねゲートソース間の電圧が 10V の時モスフェットのドレインソース間の抵抗は0 5ムになりましたドレインソース間の抵抗値は非常に低いのでこの状態ですとモスフェットに電流を流せる状態です さらに電圧を高くしていきます今回の MOSFET のゲートソース間の定格電圧は 18V ですその時の音抵抗はお,およそ0 1 1ムになりましたこれはデータシートに記載されている 108mΩ とほぼほぼ一定していますゲートソース間の電圧の違いによる音抵抗というのがお分かりいただけたかと思います MOSFET に電流が流れるところで音抵抗の部分で発熱します それを導通損を小さくするためにゲートソース間の電圧を高くすることがあります。例えば 18V ですがさらに高くしていくと音抵抗は 85mΩ になりました。 音抵抗はモスフ f ットの電流定格によって大幅に違います。大電流を流せるモスフ f ットほど音抵抗は低くなります。こちらのモスフ f ットは200アンペア程度まで流せるものですが、音抵抗は非常に低いです。ゲートソース間の電圧を定格の 15V まで加えると、音抵抗は 1mΩ 程度になりました。大電流を流せるモスフ f ットです。 パワー半導体の導通損失を話すときに、MOSFET だと音抵抗、IGBT だと音電圧になります。MOSFET の導通損失は電流の2乗かける音抵抗。一方で IGBT の方はどうかというと、これ音電圧が出てくるんですね。大体どんな IGBT でも最低 1V から 2V 程度の音電圧が発生します。 その時の導通損失は電流×コレクターエミッタ間の電圧です。これを見てみると、MOSFET は電流の2乗に比例して損失は増える。一方で IGBT は電流に比例して導通損失が増えます。ただ実際にはですね、このコレクターエミッタ間の電圧というのも電流に比例しますが、そこまで大きく比例するわけではありません。どのくらいの電圧のところで MOSFET、IGBT 使われるのかという質問がよくあります。シリコンの MOSFET の場合は、だいたい電圧が 650V 以下 で使われるかなといったところです。一方で igbt は600ボルトより大きいところで使われることが多いです。例えば、igbt を 12v のところで使うことを想定してほしいのですが、12ボートのところで使って電流を流すと必ず温電圧1。ボートから2ボート程度落ちます。10%から20%分くらい電源電圧を無駄にしているわけですね。これは非常にもったいないです。 ですのでこういった低電圧のところでは MOSFET を使います一方で電圧が高いところで MOSFET を使うとどうなるのか MOSFET はデバイスの構造上耐圧を高くしていくと途端に音抵抗がものすごく大きくなりますこれは後で説明しますが耐圧を高くするとドリフト層という耐圧を稼ぐためのところを長くしないといけません 高体圧のモス s f ットは音抵抗が大きくなりがちですので電圧の高いところにはモス s f ットはあまり使われませんデバイスの構造をスーパージャンクション構造にすることで電圧は 650V くらいまで体圧を稼ぐことができますさらに使用する材料を現在のシリコンからシリコンカーバイドにすることで従来の IGBT で使われていた領域まで MOSFET を使うことができますこれが N チャンネル MOSFET の構造です。よく教科書とかで見るやつです。ゲート端子、ソース端子、そしてドレインの端子です。ゲートの端子はデバイスには直接接続されていないで、その間に絶縁の層が挟まっています。ゲート端子を外から見るとキャパシターのように見えるのは、これが理由です。これがいわゆる DMOS、ダブルディフューズド MOSFET です。 ここに N とか P とか書いてありますが、これは N 型半導体と P 型半導体です。パワー半導体の特徴としてデバイスを貫通するように電流が流れます。これは縦型デバイスです。一方でロジックの半導体はデバイスの表面を流れるように電流が流れます。まあ、横方向に電流が流れます。そういったものは横型デバイスと言います。パワー半導体とロジック半導体の決定的な差です。 こちらの DMOS 二重に拡散されているわけですが N 基板の上に P 型の層を作ってそこにさらに N 型の層を作ります二重に拡散されているので DMOS と言います MOSFET の動作としてゲートソース間に電圧を加えると電流が流れるようになりますその時にゲート端子の直下にある P 型半導体のちょうどこの部分が N 型の半導体っぽくなります この N 型半導体っぽくなった部分をチャンネルと言いますそのチャンネルの部分に電流が流れます例えばドレインとソースのソース端子を基準にして直流の電圧を加えたとすれば電流はこういった経路でチャンネルを通ってそしてソースの端子まで電流が流れていきますこの時デバイスの中を移動するのは電子だけです IGBT は電子と成功両方が移動していましたので ターンオフするときに電流がいつまでもちょろちょろと流れるテール電流がありました MOSFET はテール電流が原理上発生しませんつまり無駄なスイッチング損失が発生しないんですねそして何よりスイッチングの速度が速いですよく言われる IGBT のスイッチング周波数の上限が 20kHz から 50kHz というのがありますがこのテール電流というのが理由の一つです一方で MOSFET はスイッチング周波数低くても大丈夫ですし 20kHz よりさらに高い 2MHz 程度のスイッチング周波数 までけます動画の最初の方でボディダイオードが原理的に存在すると言いましたがこの PN 接合の部分がボディダイオードですちょうどこの方向にダイオードがありますデバイスの構造を見てもらうと気が付くのですが MOSFET はドレインからソースソースからドレインの双方向に電流を流すことができます電流を流す経路が全部 N になりますからなのでこの電圧 極性を変えたとしてもソースからドレインに電流が流せます。 この双方向に電流を流せるという特性を利用したのが同期整流です。ボディダイオードに電流を流すとどうしても 1.5V くらいの電圧の損失が出ます。それ結構もったいないんですね。特に低電圧のスイッチング、レギュレーターの場合、ダイオードの電圧ドロップは意外と無視できません。なのでダイオードの方に電流を流すのではなくて、MOSFET 本体の方に電流を流します。これが同期整流です。次は MOSFET の耐圧の話です。耐圧の話をするのにちょっとデバイスの図が 悪かったたので書き直しましま実際の MOSFET はデバイスがいくつもこういう風に並んで作られています。 いいくつもののデバイスレベルのモスフットを並列にしています左にあるダブルディフューズドモスフェットは教科書でよく見る構造ですソースを基準にしてドレインに電圧を加えていくと PN 接合のところで空母層がじわーっと広がっていきますこの空母層の広さによって耐圧を稼ぎますモスフェットで耐圧を稼ぐにはどうすればいいかこの部分に N の層がありますがこれドリフト層と言いますこのドリフト層の距離を長くするかドリフト層にドーピングしている不純物の濃度を低く することで空母層を広くするとそれで耐圧を稼ぎますそうすると耐圧は稼げますが音抵抗が多くなってしまいますこのドリフト層に電流が流れるわけですからドリフト層の距離を長くすると電流を流れる経路は長くなりますので抵抗は大きくなりますドリフト層の不純物濃度を下げると 抵抵抗抗値ははは大大ききくくななりりまますすすのののででそ圧と音抵抗はトレードオフの関係にあるわけです高体圧のモスフェットを作ろうとした時にこの音抵抗が大きくなってしまうっていうのが従来の課題でしたそこで登場したのがスーパージャンクション構造を持ったモスフェットですこのスーパージャンクションモスフェットですが1997年に富士電機が発表しましたスーパージャンクションモスフェットと D m o フェット何が違うかというとこちらの P 層がありますがその下にさらに P の層があるとこれが重要なんですねデバイスの構造を工夫することでシリコンの MOSFET では従来不可能であったデバイスの性能を超えた性能というのを発揮できるようになりましたこれどういうことかっていうとこの PN 接合のところからだんだん空防層が広がっていくわけですが空防層がある程度広がってくるとあのここの領域まで全部広がってくるんですね DMOS の場合はここから空防層がじわーっと広がっていきますが このスーパージャンクションモスフェットだとこういうふうにここの辺りから広がっていってで広がりきるとここら辺一帯がですね空母層になるとそれが違いですこの全部が空母層になってしまったとそりゃあ体圧高くなりますよねっていう話ですなののでドリフト層の長さを短くして そしてドリソーソのドーピング濃度を高くすることができますこういった構造上の工夫をすることで耐圧を高くしても音抵抗の低い MOSFET ができるようになりましたデバイスにかかる電圧が4 0 0ボルト程度だと6 5 0ボルト耐圧の IGBT を使うかそれかスーパージャンクション構造を持った MOSFET が使われるそのどちらかです しかも IGBT と比べてスイッチング速度が速いっていう特徴が MOSFET にはありますからそういった利点を使えるところでスーパージャンクション MOSFET が非常に役に立ちますそれよりさらに電圧の高いところで MOSFET を使おうとすると使っている材料自体が追いついてきませんですのでシリコンの MOSFET からシリコンカーバイドを使った SICMOSFET というのが最近よく使われるようになってきましたというわけで MOSFET のの基本的な動作であったりその特性 にについて簡単にま,とめてきました次の DIGIKI の動画では IGBT と MOSFET の使い分けについてまとめようかと思いますというわけで今日のののスポンサーのの紹介ですどうぞ今回の動画ではパワー半導体に使われる MOSFET について解説しましたが 小信号回路やロジック回路で使われる MOSFET もあります。それについての解説はデジキテックフォーラムで見れます。概要欄です。パワー半導体ではデバイスの構造は縦型構造が一般的ですが、通常の MOSFET はこのように横型になっています。うんうんうん。なるほどね。 他にも今日解説しなかったエンハンスメント型やデプリッション型などかなり綺麗にまとめられていますこちらも MOSFET の基礎としてぜひ参考にしてみてください概要欄にテックフォーラムのリンクありますそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか概要欄にあるリンクから登録できます LINE からメッセージを送ってもらえればその内容は全て一見に届くようになっています全部見てます なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうなえ我こそはという会社、ぜひお願いします。 それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました T シャツ販売中詳しくは概要欄から